さんこんにちは。2020年1月のデビュー以来、現在まで飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中のジャニーズアイドルグループストーンズ。今回はストーンズのメンバーの人気ランキングを紹介していきます。メンバー一人ずつの個性と魅力に迫ってみましょう。それではランキング形式で一人ずつ発表していきます。6位は高地優吾さんです。高地さんは個性豊かなストーンズのメンバーの中で癒し系キャラとして知られています。その柔らかい雰囲気が魅力です。一方でアウトドア派な高地さんはアクティブな趣味を楽しんでいます。趣味が転じて様々な資格を取得しており、温泉ソムリエやキャンプインストラクターなど自身の好きなことを仕事に還元しています。アイドルの本業であるパフォーマンスにも魅力があふれる高地さん。もともとダンスが苦手だったそうですが、最近ではそれを感じさせないほどのパフォーマンスも披露しています。さらに幅広い表現ができる器用さを発揮して歌唱パートも如実に増やしています。またグループのバランスを客観的に見つめながらも独自の路線を模索しようとボイスパーカッションやベースなど新しいことにも挑戦しています。以上のことから高地さんは堅実にパフォーマンスを磨く努力家であることがわかります。この努力の原動力としてストーンズがあるから頑張れると語っています。グループへの愛情の深さも伝わってきますね。グループを愛しグループのために様々な努力ができる点がファンにとって魅力的なのかもしません。5位は森本慎太郎さんです。森本さんはストーンズのムードメーカー。テレビや YouTube では臆することなく率先してボケたり自由奔放な姿を見せています。またパフォーマンスで見せるダイナミックなアクロバットやダンスの腕前も素晴らしく、また一方では丁寧な振り付けや繊細な表現も得意です。森本さんの表現の引き出しは多岐にわたります。常に自分自身を解放しているように感じられるのが森本さんの魅力です。また俳優としても活躍し幅広い才能を持っています。最近ではドラマだが情熱はあるで南海キャンディーズの山里亮太さん役を演じていることも話題になっています。自由奔放なキャラクターである一方、森本さんはメンバーやグループに対して強い思いを抱いている人物です。何かグループとして決断をする際にはあえて反対意見を述べたり客観的な視点を持ち入れることもある森本さん。嫌われ役を自ら買って出ることでグループとして最善の選択ができるように心がけているそうです。森本さんの存在はグループの一体感を高め、ストーンズ全体を良い方向へ引っ張っていってくれます。このようなことができるのもメンバーたちに対する絶大な信頼があるからこそですよね。ファンと共にグループを大切にしているところが森本さんの魅力です。4位にランクインしたのは田中いつきさんです。見た目からはチャラそうな雰囲気を受ける田中さんですが、実は非常にきちんとしている人物なんです。田中さんはグループの中で仕切り役として活躍していて仲間思いな一面も持っています。飾らない姿勢が良い意味でジャニーズらしくない、アイドルらしくないと言われています。他にはあまり見られないキャラクターですよね。グループ内ではラップを担当することも多く才能がありますが、ファンの間では普通に歌ってもうまいと言われています。田中さんはグループ内ではバランサーとして大きな役割を担っています。個性的で自由奔放なメンバーが多いストーンズにとって頼りになる存在なのです。ジュニア、時代、ザ少年クラブに出演していた際には他のメンバーと一緒に田中さんもボケて先輩に突っ込まれるという構図になることもありました。しかしストーンズ単独で活動する際には田中さんはうまくまとめ役に回っています。いつもバランスを見極めながら田中さん自身がどのような役割を果たすべきかを見極めているのです。また言葉の使い方や表現力にも優れており、ファンからは言葉の魔術師と呼ばれています。アイドルにしては珍しい飾らないキャラクターと個性的なメンバーたちをまとめるスマートな姿が田中さんの魅力です。3位、ジェシー。3位に輝いたのはジェシーさんです。ジェシーさんはメンバーの京本大我さんと共に
リードボーカルを務めています。ジェシーさんの歌い方や表現方法は楽曲によって自在に操られているところが魅力です。また愛される人柄と広い交友関係を持っているのもジェシーさんの特徴です。俳優の菅田将暉さんや笑い芸人のパンサー向井俊さん、霜降り明星せいやさん、写真家の蜷川実花さんやヒカキンさんなど幅広い分野の著名人と深い親交を築いています。またジャニーズの先輩たちとも仲が良く、堂本剛さんを尊敬していると公言しています。堂本さんのソロライブの際、ジェシーさんが楽屋挨拶に行くと楽器の話題で話が弾み、堂本さんは夜公演でジェシーさんを舞台に上げたそうです。そのままセッションに参加するというサプライズがありました。彼はフランクさと礼儀正しさのバランスをうまく取りながら人との関わりを大切にしています。幅広い交友関係や先輩から愛される理由はこういったところにあるのでしょう。その自然体な普段の様子とステージ上での迫力あるパフォーマンスのギャップが彼の魅力の一つとなっています。2位にランクしたのは松村北斗さんです。彼はストーンズ随一の演技派と言われています。朝ドラへの出演や映画の主演、声優としての活動など幅広いジャンルで才能を発揮しています。松村さんはずっと演技に興味があり挑戦したいと思っていたのですが、それをなかなか口にできずにいたそうです。そんな時メンバーのジェシーさんにやりたいことは言っていかないとできないよと言われて行動を起こします。その後ドラマや映画に出演が決まり、2023年にはアカデミー賞新人俳優賞と話題賞を受賞しました。また松村さんの甘いルックスは多くの人々を魅了し、雑誌ビビの2019年国宝級イケメンランキング部門、2021年上半期国宝級イケメンランキングで2度の意地を獲得しています。一方で松村さんの私生活は飾らないインドア派で、ファッションや映画、舞台鑑賞などが趣味です。グループ内ではボケたがりな一面もあります。他のメンバーがボケキャラなので、これまではツッコミに回ることが多かったのですが、最近では自身のボケたい気持ちを表現するようになりました。すっかりいじられキャラとしての存在感を増してきています。彼のダンスと歌唱力も魅力の一つです。グループ内では低音パートを担当していますが、かなりの美声です。また松村さんのダイナミックなダンスの中の繊細な仕草に多くのファンが魅了されていて、メンヘラ製造機とも称されています。ストーンズ人気投票ランキングの意義に輝いたのは京本大我さんです。小柄で可愛らしい印象の強い京本さんですが、幅広い魅力を持ち合わせています。京本さんはその歌唱力の高さで知られており、ジュニア時代には雑誌 MYOJO の一番美声部門で第一位に選ばれた実力を持っています。またストーンズ随一のミュージカルスターでミュージカル俳優としても活躍します。2015年デビュー前にミュージカルエリザベートにルドルフ役で出演し注目を集めました。アイドルの研究生という立場で全く違う畑に自ら飛び込んだ京本さん、現場で一から技術を吸収したそうです。2016年、2019年の再演時には初演時とは違う進化した演技を見せました。さらに楽曲制作活動にも積極的に取り組んでおり、滝沢秀明演出のオリジナルミュージカル流星の音色では音楽担当兼主演を務めました。エンターテインメントを追求しクリエイティブな活動に挑戦しています。俳優の京本政樹さんを父に持つ京本さんですが、家庭環境に甘んじず努力をして自分の道を切り開いていっている姿にファンたちは魅了されているのでしょう。いかがでしたか？それぞれ個性豊かなメンバーたちがストーンズの魅力を引き出し、グループの成功に大きく貢献していることがわかります。自由奔放でボケたりふざけたりと普段は楽しそうにしていることが多い印象のメンバーたちですが、一人一人が自分の立場を見極めグループのために努力していることが分かりました。彼らの努力と情熱は多くの人々に勇気や元気を与え、
応援するファンを魅了しています。ストーンズは彼らの個々の才能を生かしながらさらなる飛躍を遂げることでしょう。今後の彼らの活躍にますます注目です。